運気の悪い人生は因果応報でしょうか。いじめ、裏切り、DV、病気などこれでもかというくらいの苦しみや孤独との戦いで何度も生きることを断念しようと思ってきました。前世で何か悪いことでもしたのでしょうか。因果応報と言われるたびに自責の念で苦しんでいます。確かに仏教でですね、因果応報ということで根性の苦しみは過去世の悪業によるものという考えがあります。しかしこれは科学的証明があるわけじゃないんですね。そしてこれはですね、インドのカースト制度を肯定する部分があって、要するに身分差別というか階級差別をして、で下の階級の人にあなた方は過去世の悪業によって今苦しんでるから耐えなさいっていうことで、仏教の因果応報輪廻転生の考え方はインドのカースト制度を正当化するものだという考え方があり、そして日本に仏教を導入した時にそれが死の交渉のカースト制度をですね、江戸時代に肯定するためにも利用されたってことがあるんですね。でインドの仏教はその中世イスラム教に侵入されて滅びました。で復活したのが戦後です。戦後のインドの新仏教はカーストを退けようとするインド社会の流れに応じて輪廻転生、因果応報、これはブッダの教えではないというふうに断言して、我々の志す新仏教というのはカースト制度もそれを支えた輪廻転生、因果応報、これも信じないと言ったわけで、こういった現象は起こっています。まあだから因果応報というのはあまり絶対視するっていうのは近代仏教にはそれほど強くないのであまり気にしなくてもいいのだ。ただそれとは別の話です。仏教の中で実は非常に重要な教えがあります。過去世で悪業をなしたのかどうかは別にして、苦しみを経験している人が価値がないというわけではないというんです。より多くの苦しみを経験した人が他の苦しみの同じような苦しみに嘆く多くの人たちの気持ちを理解し、その人たちと励まし合い、慈悲を持って生きることができる可能性がある。苦しみが多い人が優しくなれ。優しいという字は優秀、優れたっていうものを、字を使うように、苦しみは慈悲の源で人にとって最も価値のある心、これを作る動機になる。これをまさに実践したのが大乗仏教で最も敬愛されている菩薩、観音菩薩。彼は若い頃に親と死に別れ、悪い人に騙されて人さらいですね、まあ離れ小島で苦行苦役の一生を送って死にました。しかし死ぬ前にですね、これだけの苦しみ、飢えや渇きや騙される苦しみを経験した。だからこの苦しみを縁として来世は同じ苦しみに嘆く多くの人々を救っていこうと決心しました。死ぬ前の自分の苦しみの経験を他の救いに使おうとする慈悲の心、これがその人を観音菩薩として生まれ変わらせたと言われています。よって自分が苦しみで不運で不業だっていうのを自分の価値がないことだとか過去世の悪業だって考える必要はないと思うんですね。苦しみが多い中で最も敬愛される存在になった、最も惨めな存在が慈悲の心によって最も敬愛される存在になった、これが仏教が説く観音菩薩、慈悲の心から燃えた慈悲の化身です。苦しみの多い、不遇の多い、あなたは観音菩薩、もう一人の観音菩薩かもしれない。そんな気持ちを持って、まあ、仏教の人を学んでみてもらうと、今まであったいろんな被害ですね、同じ被害を受けた人たちの苦しみを癒す第一歩かもしれない、菩薩慈悲の道の第一歩かもしれないという見方はできると思います。そういった不幸にあっても、その不幸を二度と繰り返したくない、この世から少なくしたいと思って社会活動に入っていく人がいると思います。そういった被害、不幸、これを恥だと思って隠す言い方もあります。そういう人が多いと思いますが、しかしそれを未来の善、幸福に転換しようと思って前向きに生きるという言い方もまああります。そういった道に知恵と勇気を持って入っていくという考え方、これはどうかとお伝えしておきたいと思います。